どうもこんにちは、ゆうへいです。今日はですね、ウェアハウスのロット2214-1880ヘビーレザーバウンズブラウスを紹介したいと思います。この商品のことについて少し話した後に、コーディネートを2パターンと、ノーウォッシュになってしまうんですが、38、40、42の3サイズを着用しサイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。またこのアイテムの販売ページは概要欄と、この右上に、リンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。当店はですね、神奈川県小田原市にお店を構えております。ぜひ小田原に遊びに来た際にはお立ち寄りください。皆様のご来店心よりお待ちしております。では早速いってみましょう。はい、今回紹介するこちらのジャケットも再現に特化した企画になります。はい、今回元にしたジャケットは約150年前にアメリカのサンフランシスコで存在していたグリーンバウムブラザーズというブランドのアイテムらしく、ウェアハウスの資料によると、このグリーンバウムブラザーズのパンツは鉱脈資源の採掘に盛り上がる西部から中西部に至るまで丈夫なワークウェアとして供給されたとされています。今回当店がセレクトしたのはこのブラウスになるんだけど、他にもね企画があるので、こちらですね、そちらもねチェックしてもらえたらと思います。はい、そしてねこのアイテムたちを見ていて、皆さんお気づきになることがあると思うんですが、ディテールの部分でこのような仕様になっているのが、目につくと思います。はい、こちら、こちらの、革のギアスキンを使用し、ストレスポイントを補強する役割があります。補強といえばね、リベットっていうのがね、馴染みとしてあると思うんだけど、グリーンバームブラザーズが制作していたアイテムはレザーで補強しているのが特徴になります。はい、しかもこのレザーの補強の仕様がですね、1874年8月25日にこの仕様の特許を取得している情報があります。デニム好きの方でしたら、サンフランシスコで1873年5月20日に、リベットの特許を取得したブランドがあったと思うんですが、そのブランドの1年後にグリーンバウムブラザーズは、レザーの特許に乗り出しています。はい、聞くところによると、グリーンバウムブラザーズ当時、リベットの特許を取得していたブランドと人気を、こう二分するブランドであったという情報もあるそうです。はい、こういったね、お話を聞くと、正直ね、ウェアハウスさんから知ることってたくさんあるなっていうふうに思うんですけども、私個人的な所感としては、こういったブランドが、存在していたんですねとね、シンプルに思うばかりでございます。現在ね、グリーンバウムブラザーズっていうブランドは、存在してはいないらしいんですが、そういったところから、商品企画をしてくる時点でね、やっぱとても面白いなっていうふうに感じています。はい、で、先ほども言いましたが、再現することにこだわりを持った企画になるので、生地は 7.5 番手 ×16 番手のオリジナルセルビッチライトオンスデニムを使用し、オリジナルのメタルボタンを使用するなど、細部にまでこだわった仕様とのことでございます。はい、大きく言ったらG ジャンのカテゴリーになるのかなというふうには思うんですが、微妙な差をね、楽しめるアイテムになっていると思うので、ぜひね、こちらのジャケットもチェックしてもらえたらと思います。はい、そんな感じで続いて、コーデとサイズに入ってみたいと思います。どうぞ。
はい、まずは38を着てみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックとこのジャケットの寸法をこちらに載せておきます。はい、でね、ノンウォッシュですので、まあ、少し参考にならないかもしれないんですが、まあ、現状をお伝えさせてもらいます。はい、でね、少しでもイメージができればなと思います。はい、でまずはですね、袖丈なんですが、今ボタンを留めている状態で、もうすでにこう伸ばすと、手のひら、手が隠れる状態になります。はい、で肩に関しても結構落ちているので、まあこれでウォッシュかければ、いい感じのサイズになってくるのかなっていうのはなんとなく予想できます。で、身幅に関しても、かなりゆとりが現状あります。はい、そうですね、あの丈に関してはそこまで、まあ、長くないのかなっていうふうに思うんで、私のような体型であれば、まあ多分ジャストサイズで行くのであれば、38あたりをチョイスしてもいいのかなというふうに思います。まあ、今ねボタン止めている状態ですけど、こうストンと落ちちゃうんですよね。なので、まあ、やっぱりちょっと現状は大きいかなというふうに思うんですが、多分ウォッシュかければ、まあ、いい感じのサイズ感になってくるのと思うので、はい、少しでも、この大きさがね、参考になればなと思います。はい、そんな感じでついて40いきます。はい、続いては40です。こんな感じです。はい、40はですね、見ての通りかなり大きいかなというふうに思います。あのおそらくなんですが、まあ、ウォッシュをかけると先ほどの38のノンウォッシュぐらいのサイズ感になるのかなっていうふうに、我々は伝えてます。はい、で実際はですね、もう本当に、もう手も、袖丈も長いですし、まあ、38の時点でね肩は落ちていたので、もう40ももちろん落ちてます。で身幅もね、かなりゆとりがあるので全然中に着込める、サイズ感になっています。はい、まあ、なのでどうでしょうかね、こう少し大きめに着たい方であればもしかしたら40でもいいのかもしれないんですが、かなりねゆとりはあるかなっていうふうに思います。あの全体的にやっぱりこう全てがね大きいので、まあ私のようにやっぱ体型が大きい方が、この40をチョイスするのがいいのかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで続いて42いきます。はい、続いては42です。こんな感じです。はい、42はですね、もう完全に、40の時も大きいんですが、42だとさらに大きくなったのであまり、参考にはならないかもしれないんですが、まあ、私より間違いなく体型が大きい方がね着用するサイズ感かなというふうに思います。寸法もねこちらに載せているんですが、まあ、お持ちの ジャケットとね、比較してもらえたらなというふうに思います。まあ、全体的にどこかがこう短いとか、広いとかそういうのはないのかなと思います。なんか全体的にまんべんなく、袖丈も身幅も丈もねしっかりと、なんか適正なさ形っていうぐらいですかね、はい、で作られているような気がします。はい、とてもあの合わせやすい形なんだかなというふうに思うので、すいません、42ですと、こんな感じなので少しでも、まあ、あのイメージができればなというふうに思います。はい、そんな感じで続いて3サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページは概要欄と、この右上に、リンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。
今回と動画構成同様の動画構成で当店が扱っている別の商品も紹介していますので、まあ、終了画面の再生リストからご興味あるものがありましたらぜひそちらもねご覧いただければと思います。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。